はい、お疲れ様です。はいはい、お疲れ様です。改めてなんですけど、ちょっと僕の症状についてちょっとお話しするんですけど、1ヶ月前に他人マラソン走ったんですね。実はそれまでの段階でかかとのらへんがなんかちょっとやや痛いなーとか思ってたんですよ。走り出したらなんとなく大丈夫だったから放置してたんですけど、それで他人マラソンっていう10キロのマラソン大会出た時にラスト1キロで急にかかとに強い痛みが出て、はい、疲労骨折したのかなと思って思ったんですよ。それぐらいの強い痛みが出て、そっから3日間ぐらいまともに歩けなくなってしまって、で3日経ったら歩くことは何とかできるようになったんですけど、硬い靴がまず履けなくなって、硬い靴がね、はい、履けなくなって、はい、で歩いてるだけでもうそもそもちょっと痛いという状況だったんですよ。しばらく走らないでいたんですけど、で旅の最中にレントゲンも撮って、でチェックはしたんですけど、一応疲労骨折はないという診断を受けたんですよ、はいはい、だからまあ治療すれば治るかなと思って旅中に2回ぐらい治療したんですけど、まあ思うような改善にならず、で疲れてきたらどんどんやっぱりかかとのあたりがやっぱり痛くなる傾向が相変わらず変わらなくて、今日もなんかやっぱりそこをかばいながらちょっとやや歩いてるような感じなんですね。プロの目線から見てですね、はいはい、僕の足の状況って聞いただけで どのようにご判断されるのかなと思って。まず、かかとのどの辺が痛いですか？かかとのですね、いわゆる小骨のですね、いわゆる土踏まず側のところが痛いです。かかとのそのものが痛い時と、はい、足の裏の土踏まず側が痛い時ってちょっと違ってて、はあ、かかとの足の裏、はい、土踏まず方向に痛いというのは典型的な足底筋膜炎の疑いがあります。表現すると、はい、何を刺すような痛みという表現をするんだけど、どうでしょう？刺されたことないですからね。うーん、そうですね。場合によってはなんかそれ、なんか刺すような痛みはあったりはしますけど。そうそう。ランニングなので、はい、着地時に痛いのか、はい、蹴れた時に痛いのかっていうのがあるんだけども。あ、着地時ですね。そうすると、かなりかかと側の痛みなんですよ。はい。蹴った際の痛みはもうちょっと土踏まず側の痛み。はい。はい、まあ今の状態は田中コーチが先って足もつけない、歩くのも痛いぐらいというのは相当の痛みということが想像できます。はい、あとスピードは遅いと言ったってランナーとしてはかなり速いスピード、はい、その状態で走り続けることは、極めて良くないというもうさ、以前から田中コーチの足を見てるし、はい、負傷も見てるので、測定筋膜炎は、まあ、他の大会等々いろいろ勘案すると、まあ進めないというか、やめた方がいいですよ、むしろやめなきゃいけませんねという症状だと思います。骨棘って言うんだけど、骨のトゲって書いて骨棘って言うんだけど、はい、骨棘が出てるとかなり深刻だよね。あ、かつ骨棘が出てるからって一般の人が手術することってまずない。そうするとずっと走らないでください、とかに、あ、もう走れば痛み出ちゃうんで走らないでください。ですよね。4分で走ってたけど6分以上は走んないでください、6分で走ってたんだけど8分以上では走んないでください、そういう形になるから、もうランニングやめちゃう人多いですね。そんなにひどいんですか？測定筋膜炎は、測定筋膜炎からかかとの痛み、またはアキレス腱の痛み、ふくらはぎの痛み、ハムストリングの痛みというタイプと、はい、測定筋膜炎から足の裏の内側の痛み、外反母趾、膝の内側の痛み、歩行筋の痛みっていうタイプがあるんだけど、はい、測定筋膜炎で比較的症状が取りづらい、いろんな症状の始まりになることが多いので、はい、十分に慎重にした方がよろしいかと思います。このランニングがどうかという質問をしなきゃいけないんだけど、はい、このランニングにかけてると、でこの大会で上位入賞しなければ僕の将来がないんだ、またはこのランニングを最後に僕のランナー生活が終わってもいいんだという考えだったら言っちゃうこともある。まあ、例えば高校野球の決勝戦とかね。そうですね、そうですね。でも高校野球を卒業してからプロに行きたいんだ、または実業団に行きたいんだみたいなものの考え方をする場合、将来を考えた場合にはしてはいけませんよという状態だと思います。僕はでもやっぱりちょっと職業柄ですけど、怪我して先失うような状態は作れないんで、だと思う。無理をして、はい、走れなくなるんならここで一回やめる
決断をして、はい、で来年あの北海道から沖縄だろうが嵐だろうが出した方がよろしいかと思いますけどね。また帰ったら僕の足見てください。すいません、ちょっと失礼お願いします。アキレス腱からね、肩三頭筋から膝の後ろからハムストリングまで来てると思うの、はい、今自覚症状がないだけで、はいはい、それ見ないと将来長いと辛いよね。はい、はい、あのまたお世話になります。よろしくお願いします。わかりました。その無事に、無事じゃないけど無事に帰ってきてください。はい、ありがとうございます。はい、すいません。はい、皆さんすいません、私リタイアします。申し訳ありません、まだまだ先の長いランニングコーチのつもりなので、ここで頑張って自分の足が壊れてしまいますということで、申し訳ありませんけど、今回のチャレンジはここで終了させていただきます。申し訳ありませんでした。はい、本当すいません。足底筋膜炎で困ってる全国の皆さん、なかなか治らないそうです。僕は実際この痛みは人生で多分初めてだと思うんですね。本当にですね、あの足底筋膜炎で悩んでる方はですね、もう無理をしない、これが一番だということでございます。代用運動を頑張ってですね、パフォーマンスの維持に努めようと思っております。苦手だった水泳でも克服しようかなということで、申し訳ありませんが今日は箱根の地にいますが、ここでリタイアさせていただきます。申し訳ありませんでした。引き続きですね、応援していただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いします。ただですね、今回の西日本横断企画をですね、明日完遂なんですね、ちょっと中途半端な終わりになってしまいますが、明日のですね19時からですね、渋谷のフィールズというお店で、今回のですね、西日本横断セミナーのですね、打ち上げ会ということで、リスナーの方含めてですね、ご参加いただける会を開催する予定になっております。今回ですね、このランタナチャンネルを始めるきっかけを作っていただいたカズヤさんがですね、渋谷で仕切っていただけるということなので、そちらにですね、もしよろしければご参加いただければと思いますので、下の動画説明欄のですね、エントリーフォームありますので、そちらにできればですね、お名前をいただければと思います。万が一来れなかった時も必ず連絡をいただければですね、大丈夫だとは思いますが、一応ですね、人数の把握が必要なので、ぜひですね、下のエントリーフォームをご確認ください。よろしくお願いします。またですね、今後セミナーイベントも開催する予定になっております、ね、動画の説明欄の方に、セミナーのスケジュール詳細書いておきますので、そちらご確認いただければと思います。まずはですね、僕は足をしっかり直して、体のパフォーマンスが落ちないようにですね、別の代用運動をちょっと頑張りつつですね、皆さんの応援を引き続き頑張っていきたいなと思ってますので、足痛めたランニングコーチだと揶揄しないでですね、優しく見守っていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ただでした。では本当に今回はありがとうございました。西日本横断企画ですね、支えていただいた皆様には本当感謝でございます。また新たにですね、企画を、実施する際にはですね、ぜひ私にご協力いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。トナでした。ありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。みんな楽しく走っていこうぜ。うそ。